フレデリック・ダー、2016フレデリック・デュリューは、フランス、グルノーブル生まれの現代音楽の作曲家。1980年、グルノーブル地方音楽院を音楽処方科を主席で、卒業の後、パリ国立高等音楽院にて、ベッツジョラスに、楽曲分析を、イボ・マレクに作曲を指示し、両学科を一等賞で卒業。百八十八年から百九十一年に、 かけて、アンドレ・ブクレシュリエフに、作曲の個人指導を仰ぐほか、ブライアン・ファーニ法、フランコ・ドナトーに、ジェラール・グリゼユーグ・デュ・フール、ジェル・ジュリゲティ、トリスタン・ミュラ・イ・ユラのマスター・クラスを受講。1985年、フランス国立音響・音楽研究所にて、レジデント・コンポーザーを務め、1987年より2年間、ローマ・メディチソウに滞在した後、 1991年より2001年までパリ国立高等音楽院の分析クラス教授を務め、2001年より現在に至るまで同音楽院の作曲家教授を務める。デュリー・ユーは分析クラス教授であったことからも伺えるように作品における徹底した音楽処方の構築を胸としている。緻密に構成された音楽語法、強固な分節、 音色の宣伝が追求されているほか、イブ・ボン・ヌーォは、エマニュエル・オカールの死への偏愛、引用が見られる。音楽史及び音楽処方の変遷への興味から、デュリユーは、この分野において、複数の論文を書いておりまたこうした音楽の推移、早期への考察から、スタイルとしては、同じ構想に基づいた、関連性のある作品を制作していく手法を、とっている。 展開の始まりで扱われた題材は、その後に続く作品、周期、余白、それ、その向こう側へにおいて、さらに展開を見せ、和音群の連打、展開、変質といった音の記憶によって、各々が結びつけられており、作品から作品へと系譜が受け渡されている。学生の出力を上げる指導には、定評があり、近年は、各種国際作曲コンクールで、 文化世の名を見かけることも増えている。現在までに、およそ40の作品を発表しており、近年のものとしては、フランス国立音響、音楽研究所及び、モナコ皇室移植の弦楽四重奏曲、そこではない、ここの改訂版が2009年に発表されている。過去と現在、伝承、明大インハーモニークス第四巻クリスチャンブルジョア出版社、1988年。 ありがとうございます。